皆さんこんにちは。草のチャンネルです。今日は令和4年10月11日火曜日です。今日は動画を2つほど撮りたいと思います。今年は崩壊逃亡が少ないなぁと心の中で内心喜んでいましたが、つい先日一つの巣箱がいつの間にかいなくなりました。少しずつ数が減るのではなくて、いきなりいなくなっていたのを確認してびっくりしました。今日はその巣箱と、もう一つ継ぎ箱をしなければならない巣箱があるんですが、これも実は継ぎ箱が必要だなぁと感じながら2ヶ月ほど放置しておりました。今日はその継ぎ箱をしてみたいと思います。逃げ出した巣箱の様子、そして継ぎ箱の様子、この2つを動画にしたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。この巣箱は2ヶ月ほど前、紹介したばかりのまだ発達成長が非常に遅い巣箱でしたが、まあ頑張って成長しているなぁと密かに応援をしておったんですが、つい4、5日前1匹もいなくなりました。ちょっと中の様子を調べてみたいと思います。まず鏡で中の様子を、蜂の姿は見えません。どうやらこれは逃亡してしまったようです。巣が丸見えです。蜂の姿は見えません。綺麗な巣ですが、蜂たちは1匹もいません。これは完全に逃亡です。少しずつ減って、少しずつ減って崩壊したのではなく、何かの原因で全部一斉に逃亡したようです。理由は何か分かりませんが、最近あまり、しっかり見てなかったんですが、スズメバチが襲いに来たことも、ちょっと考えられます。せっかくここまで頑張っていたのに残念です。逃亡したハチたちが逃亡した先で元気に育ってくれることを願うばかりです。
それでは次に行きたいと思います。はい、次はこの巣箱の継ぎ箱をしたいと思います。この巣箱は先ほどの巣箱と同じように2ヶ月ほど前8月9日に動画に上げた巣箱でしたが、これも元気に活動していました。これは現在も元気に活動しております。2ヶ月前すでに継ぎ箱をしていい状態でしたけども、ちょっと放置しておりましたら、もう継ぎ箱を急いでしなければならない状態になりましたので、今日継ぎ箱をしてみたいと思います。まず中の様子を見てみたいと思います。結構汚れが溜まっておりますけども、これは異常な汚れではありません。この程度は普通でしょう。これは もうすぐはみ出しそうにしております。これははみ出しそうにしております。すぐでも継ぎ箱が必要です。下手するとコンテナの上に乗せたらちょっと潰れそうですので、別の巣箱を下に敷きたいと思います。
が出入りし、これちょっと時間のかけの途中で止めて、はい、一応継ぎ箱は終わりました。これが元気に冬を越してくれるのを期待します。今のところとても元気です。花粉もせっせっせっせと運んでおります。今回はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。